正体あくびするクソ強えレベル38だわ。だがこっちも負けてはいない。頼む先生の爪発動しろ。きたよしよし、これ爆裂にでかい、これ爆裂にでかい。シャラポは死んでほしくない。クッションなしだな。不思議な飴使って、マリクでいくか。そんで寝る。ね、赤リングの余裕絶対あるんだよ。いやいや転がる当たるっしょーっていう考えだったら、ここアクアリングしたいのでめっちゃくちゃ当たるんだろ。当たる当たる。水の衣をまといて、助けてみんな。終わりだよ。一発目外してくれてよかった。おい今の俺転がる貯金使ったよな。俺今転がる貯金使ったよな今の。あークソつえ開けた、びっくりした。うわーマジか。まあしゃあねえな。俺の計算だとこれ、あ、いける。竜の怒り2発耐えて HP の1残って転がれて倒せる。外れなければな。絶対いける。絶対殺せる。光の粉もある。まあまあ駅ながら剣ないか。一応ねこのパターンも想定してね、DV マニア出す。いやー思念怖えよな。どうせね死に出しするんだったら正直ね闇マリックを殺して出したかったんで、レベルが高いしレベル上がったばっかりだったから、こいつに不思議な飴使いたいなって俺の欲張り。あの転がる外れの段階で、まあ、勝てたらいいや、いっかなっていう。死んでいく。オッケー。これは死ぬだろ。困りましたね。
DV マニアを一撃で倒せるはずない。え、こいつ10万ボルトとか覚えてんの？ないだろう。10万ボルト覚えてねえだろ。いやー、キングドラ対 DV マニアの本当に、いや怠けるわ、余裕ないな。ここでシャラポは切るわ。不思議な飴使う、こいつにも使いたくないけどな。いや、願い事ないな。先生取れてねえだろ。いや、みんなが間違ってるよ。DV マニアからする、あの、四天王まで考えたら森の王今切ったら負けるんだよ。こいつに使うことになっちゃうから。で、キングドラどうするかなんだよね。 DV マニア出して雪なだらでこいつ倒せる。絶対必要だから。あ、キショウ、これこれ痛いな。うわ、今のキショウ痛いな。若干狂ったな。で、ここでレベル上がっていい感じに HP 回復するっていう算段だったんだけど、まあいいだろう。これね、理想を言うんだったら森のいや、殴り合いしかない。強いよこいつ。何してくる、こいつ何してくる。ハイドロポンパー打ってくんじゃねえのこいつ。いや、救助当たったら沈むなこれ。これ一旦目怠けるだよな。ただね、俺マッシブーンとハピナス使ってて気づいたんだけど、こうやって粘ろう粘ろうとするといつか急所引くのね。それがマジで怖い。 OK、 敵全開。さっきの急所これなかったことになるな。まあ、それま…いや、まあ、当てればいい。よく当たるんですよ、最悪。うわ、いやー、なるほどね。プラン変えよう、これ、まず。へぇー。だったらと、あ、そうだね、プラパニコ積んで、ね、抑圧あるってさ、命中率1段階アップだっけ。確定あたりだっけこれ。あ、違う、そう、今威力60だからだ。そうだ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 な、2倍になってなかった。待って、竜の波動をハイドロポンプ破壊光線、破壊光線正直あんま怖くねえ。エフェクトガード積んで、ここエフェクトガード
スペシャルガードってあれだよな、スペシャルガードってあれだよな、ねえねえスペシャルガードって特防だよな。うわちょっと待って、 YouTube のコメントも止まっちゃった。どういうこと、ねえねえスペシャルガードって特防だよな、特防だよな、絶対勝てる。特防上げて、リュウの波動、はいバカ、はい人間の、人間のオガグズ、ここね、よく当たる、詰まなきゃダメだ。一回エンマ食らっちった。よし、おい、ちょっと待って、この白い霧何段持つんだよ。で、プラスパワー一段階上げて、全然食らんねえだろ。結構食らう、5ターンね、了解。ナイス、これ相当来るよ。いや急所か、これはやばいな。なるほど、あーそしたらじゃあどういう作戦でいくか。飛脚はどうでもいいだろう。あー森の方切るしかないんだけど、久々に出てきたな森の王。いや今の急所痛えな。いやもうそれしかねえだろ。そしたらすっげえことになるな。あとは祈るだけになっちゃう。ウィル出すじゃん、エミマリ回復するじゃん、ウィルされるじゃん、シャラパワー出すじゃん、アクビーズじゃん、残るじゃん、死んじゃしなきゃいけないから、ヤミマリク HP 回復するじゃん、ヤミマリクとキングダラの一騎打ちになっちゃうんだけど、ウィルでかけら使ってシャラポワアクビ使って耐えたら願い事でマリクが転がる。おおよそれでいくしかねえな。ウィル出すじゃん、合ってる、ウィル出すじゃん、元気のかけらで闇魔力回復するじゃん、ウィルやられるじゃん、シャラポワ出すじゃん、あくびするじゃん、残ると仮定するじゃん。もうてかもうそこ残らなかったら負けだから、耐えたら、まあ願い事か、それで先生願い事、先生願い事するんだったら回復使えばよくね。長引かせるんだったらこういう手もあるんだ。
BP が回復すればいいじゃん。そっちの方が正直確率が高いと思う。闇マリク戦法は気持ち楽なのね。あと祈るだけだから。 DV マニアはさらにここから頭使っていかなきゃいけないからものすごく苦しいの。回復、え、さっきシャラポワで悪夢する、悪夢まで一緒で DV マニア回復するじゃん。このビルで元気の中で回復するじゃん。でシャラポワ悪夢打つじゃん。で DV マニアのタイミングで眠らスタジオ2ターン目 BP 回復し、いやマリクの運ゲーは確かに気が楽なんだけど勝てねえから、負ける確率の方が高いマリクと勝つ確率の方が DV マニアじゃない。マリクの転がる多分みんなが引くぐらいダメージ入んねえよ。転がる一発目って10でしょ攻撃力。いやーでもなー、すごい傷薬使われること考えたら奇跡を信じ、あーバーオワーワーオ、マニアはマリクの HP 回復させるタイミングで PP 回復させて眠らスタジオダレ出して確定眠りのターンで怠ける使えばいい。そうすると闇のマリクのそんな寝てる間にみんな回復させるっていう、初期に戻すっていうことができる。ただその間に9社当たったら終わり。一番最初に戻せる。リセットルート、DV マニアリセットルートっていうのもあるんだよ。マリクは一撃必殺 10% 必勝ルートっていうのがあるの。戻ったらシャラポワ切るところからまた始めるから俺。だって話して見てるだけなんだもんな。いやね、転がる2回外れたのとね、急所引いたのがここで重なったのが苦しすぎる。いやこれ可能性同じぐらいだな。だってさ、マリク一撃で死ぬわけじゃないじゃん。マリクにかけよう。転がる外れたら負けだ。四天王考えたらこれしかねえんだよな。いやーハイポン、今ドロポン何回目？86% から 102.1%。 確率的に一発入ることになるんだ。よし、うん、回復なんだけど、ちょっといろんな可能性、楽しいポケモンが、こう極限の状態で脳みそにブドウ糖がゼロの状態でさらに絞り出していかなきゃいけない。願い事絶対無理。しかも先の先の四天王までの道筋、細い道筋を考えながらいかなきゃいけない。大丈夫、まだ絶対満タンできる、絶対まだ挽回できる。ここでシャルコを回復させる。
待てよ、敗北一発耐えるんだったら。ここでシャラポを回復させる、敗北一発耐える、燃料シャラポ回復される、ハイドフォンで耐える、耐える、眠る、マリフ回復させる、あ、眠るってあれだ、あ、敵がね、敵が眠るんだ、敵が眠る、シャラポ回復させる、あ、違う、うわ、めんどくせえ、すげえダリー計算になるこれ。それで9章引いたら終わる。それはもう1個なし。でシャラポワシ、ちょっと待って、ダメだこれ、1人にしちゃダメだ、マリク、シャラポは回復だな、で耐えなきゃいけない、てか外せよお前、これさ、相手さ、みんなこれ相手さ、回復の薬使ってくるよな、眠り状態解除してくるよな、これ回復の薬使ってくんねえかな、しないか、使わないか、OK、あ、そっか、ギャラドスにも使ってこなかったね、あくびの PP1OK、 この一発で切れる、ちょっと待って、おみんな待って、ちょっと待てよ、おい、ハイドルポンプ枯らすから待っとけよ、おい、ハイドルポンプ枯らしてやっから待っとけよ、ちょっとよ、ハネスにして、いや待てよ、ハネスにする、ハネスにする、休みする、そう、まず羽休みする、てかキングドラの破壊光線絶対シャラポは一発耐えるから、でここでね、眠りもったいないじゃん、もう一回眠らせるから待ってて、ちょっとだけ、うんで、これシャラポワなんとかするしかない、まさかここでシャラポワこんな使うこと、いや、いい傷薬だなこれな、マリック回復だな、いや待て、よし、おい、ここあくび打ちてえな、おい、おい、ここあくび打ちてえな、ここな、おい、残り1番だ、あくびここでぶち込みてえな、ここな、待って、じゃあ
敵目覚ましたハイドロポンプ当たります、願い事します、次のターン回復するよっていうお知らせが来ます、回復させるダメージ与えられる、願い事が叶う、これ願い事が正解だ、願い事で自分を隠さない、さすがにね、もうなんなんだよこのゲームはよ、おいどうする、おいこ助けてー、これ確定起きだよな、多分な、これ確定だよな、次な、いくよ、よし耐えるで、願い事発動しつつ耐えるよな、信じてるか、あくび発動、でここで69か、これドラゴン耐えねえな、いや、ここだ、ここでシャラポワ切りだ、あ、今の願い事意味なかったのか、俺さ、欲張ってるね、シャラポワ生かしてなおかつって考えてるね、一旦無駄にしようとしてるね、死に出しでもいいな、え、ドラゴンビビ切れた、え、ドラゴンビビ切れた、あと1個だって、ふざけるな、突然ファイナル死に出しで、あ、そうなっちゃったか、いやーマジか、いや耐えちゃった、だったらマリキ、ね、プラスパワー1回使っ、ね、プラスパワー1回使うのとさ、転がるぶっぱするの、転がるだよな、よし、わあそこで外れるの痛すぎる、いやその一旦痛すぎる、うわうわマジかだよな、多分転がる10ターンぐらいかかるんだよな、10ターンかねえから6ターンぐらいかかりそうな、いやそんなかかんないね、4ターンぐらい、おい、ちょっと待て、精神が駆られる、ここお前こんな13時間37分目でこの局面で、この精神が、
ね、竜の波動って BB10 だよな、確かな、10だよな、 OK、 ここ確実にいく。怠ける。ユーハー、まあ煙幕ならいいや、正直煙幕多分 PP35 ぐらいあるからよ、よろしく。ドーピングナダルでいこう。つうか90当たったらもう一回 DV マニア回復させてなんとかする。煙幕きついよね。いや給食きつい。16分の1だろ。わ、相手のすごい傷薬理解してるよ頑張るしかなくない。でもやべ、一回いくつ食らってたか覚えてなかった。40ぐらいか。惜しかった。よし、これは絶対いった。ね、リカバーとエイダーって、エイダーが全部10だっけ。雪なだれでいく、ここから。エイダーがあれだよね、全部10だよな。あ、見えるんだ。ちょっと待ってね、一応見て。あ、だったらさ、雪崩打ってからの方が良くない？あれ、パワーガガワ。なんかついこと言うね。よっしゃ、当たる。あ、クソ強や。お盆使われて、あ、クソ強や。おい。おい。クソ強や。もうおいちょっと待って、これでもアイテム残しただろ結構。おい、これアイテム頑張って残したよな。これ頑張ってアイテム残したよな結構。残った方だよな。あぶねー。だって元気のかけら4個も残ってるし。あぶねー、やっぶねー。いるいるいる。いらない。いや冷静だった。あぶねー、マジで冷静だった。マリクの転がるでガガウみたいなこと言ってたら終わってたぞマジで。おい、ふざけんなんで威力戦1時間かかってんだよかった、マリくんの転がるでギャウギャウってなってたらマジで終わってた苦しかった。違う、当初はだから DV マニアに急所当たんなかったら今ので勝とうと思ってたの。それがこいつが削られてへーってなっちゃったんだよ。危ねえ。ちょっと悪い、みんな俺限界だわ、脳みそが働いてね。ちょっと悪い、ちょっともう俺本当は今日終わらせる気満々だったけど、明日にさせてくれ。レートまた1日延長。ちょっと明日の時間決めて。俺はもう明日もフリーだから何時でも OK。 明日月曜日でしょ。
これ多分想像より時間かかるから。いやー、伊吹戦マジで危なかった。ちょっと待って、セーブしよう。いやー、もうしびれた。いやマジでしんどかった。マジでなんかこれもうマジでしんどかった。伊吹戦